かつては英雄になるという志を胸に、恐れることもなく暗黒の世界への冒険に旅立った。ところがある日、禁じられたイチゴジャムマジックソードを手に入れ、手に取った瞬間から闇のオーラに囚われてしまう。暗雲と雷を引っ連れ、恐怖の代名詞とも言える存在になってしまった悲劇のクッキー。今でも心の中ではマジックソードと戦っているというのに。そんなダーク主人公感あふれるダーク曲味クッキーを今回は使っていくんだぜ。なんだかのっこりと強化されてたね。他のクッキーと比べて大幅な改変はなく、純粋にスコアを稼ぐ力が強くなった感じね。クッキー能力で障害物を破壊するとクッキー固有の障害物破壊スコアが得られるみたいだから、ステージは楽しい遊園地で決まりなんだぜ。障害物がたくさんあるステージだね。このステージはウェアウルフがランキング1位に居座ってるからとして変わる存在になれるといいわね。そんなわけでダーク曲の強制転倒。力追加、破壊範囲拡大、個数アップ、ここら辺は純粋な強化っぽいわね。破壊スコアを雨能力からクッキー能力に変更ってのは何の意味があるんだ。雨育ててない人からしたら朗報だね。ああそういうことか。通常時に体力減少速度が遅くなる機能ってのはよくわからないわね。強化されたダーク曲は他のクッキーより体力減少速度が遅い特性を持っているってことなのかな。でもマイクッキーの能力の説明のとこではそんなこと書かれてないんだよね。たまーに変な調整あるしまあ気にしなくていいか。全体的に見てもまあ順当というか妥当な強化だな。こういう感じの強化、いっそ全クッキーにしてほしいのにね。一定のアップができるんだからできそうではあるけど、スペックとスコアが比例しないクッキーなんかはぶっ壊れたりしそうだな。何はともあれダーク曲味クッキーをまた競技で使える日が来たことは出発しないとね。わーい。そういえばイチゴジャムマジックソードって初出はキングダムだと思ってたんだけど、オーブンブレイクのクッキーストーリーに記載があるってことは設定自体は昔からあったってことなんだな。キングダム進めてたら当たり前のようにふわふわした武器の名前出てきて笑っちゃったよね。あの辺はダークチョコの挙動も可愛らしくて好き。ストーリーに出てくるクッキーと同じクッキーが味方にいると一気にシュールな絵面になるよな。そんなこともあってキングダムではダークチョコを編成に入れておくことをおすすめします。普通に強いので普通におすすめです。キングダムの話もそうだが、最近暗黒魔女陣営のクッキーが活躍してるな。ストーリーに絡んできて露骨に強化調整されてるわね。暗黒魔女はサービス終了付近でぶっ壊れ強化されるっていう予想が外れちゃったよ。それは楽しそうだが今回のアクでの感じも楽しみだな。レジェンドクッキーの強化は課金者以外はコツコツ頑張るしかないのよね。逆に言えば課金のしどころなのかもね。でも雨なんかコツコツ育ててたら完成するんだぜ。その長い時間をお金で買えると考えると安い方なのかしら。ちなみに暗黒魔女の雨素材はストーリーなんと暗黒魔女のクッキーチャレンジでしか手に入らないみたいだね。というわけでこの動画のコメント欄で情報交換をしたいんだぜ。ストーリー欄の周回についてね。ああ雨素材を集めるためには軽く3桁以上の周回が必要だからな。放置周回ができたらとっても楽になるよね。というわけで皆さんよろしくです。やっぱり手堅いのはタイムキーパーだよな。ステージはどこを周回するといいのかな。そもそもまだストーリーラン終わってないしわからないわね。でも今回のストーリーランは楽しいよね。バトルランもそうだけど他のクッキーが一緒に走ってると楽しい感じがするな。操作してないクッキーの挙動ってひときわ可愛く見えるのよね。それで言うと今回のザクロちゃんはスライドとかしてて可愛かったね。いやそういえばそんなことよりも気になることあるんだった。なに？ストーリーランで暗黒魔女復活したっぽいでん。まだ見てないけどそんな感じよね。ってことはストーリーが主演に向かってる感じするでん。ああストーリー終わったらクッキーランがどうなるのか気になるくない？っていう話をスターフルーツの動画でしてるから見てね。おっく。ちなみにスターフルーツの動画はまだ投稿してないよ。こういう時にスターフルーツの動画なんてあったっけって思って見に行っちゃうような人が好きだ。家の鍵の閉め忘れがなさそうな人な。こたつ切ったか3回くらい確認する人だね。そういうの強迫性障害っていうらしいわよ。ちなみにアユーは小学生時代に左右の靴下の高さを揃えないとっていう強迫性障害を抱えてたわね。今思うと謎だね。子供の頃ってのは自覚のないストレスを抱えてるもんさ。言語化できないとそういう感じよね。当たり前のように原因をストレスのせいだと決めつけてるけど、どうなんだろうか。正直大抵の精神病はストレスが原因だと思ってるんだぜ。環境とかが原因でストレスを溜めて発症って感じだと思ってるわね。でももちろん無知な自覚はあるから、それっぽい知識見つけたら自分で調べて確認してみたいとは思ってるよ。でも現代って根拠の確認が大変だよな。偉い人も間違えることあるしね。ふわふわした知識で何にでも対応できる状態ってのはそれはそれで急なのかもしれない。と、自分の無知加減をへりくつこねて肯定しちゃう甘いやつ。自分に甘く、他人に優しく。それ大抵の人は自分に甘くする過程で他人に厳しくなるのよね。そこら辺の話が私はよくわからん。クッキーの話からだいぶそれちゃったね。人はコンプレックスが関係する話になると黙るか饒舌になるかのどちらかよね。そういうことって客観的に見れば明らかだけどわざわざ口にする必要あるのかって最近思うんだぜ。心理学とかかじった人がよくするよね。あなたは今こういうことを考えていますね、とかね。本人は自分の能力をひけらかしたいだけなんだろうけど、される側からすれば支配されそうで怖いよな。だから個人的に心理学は嫌い。というか自分にその気があるから同族嫌悪よね。相手の考えてること予想して決めつけたくなるんだよな。この悪癖はどんなコンプレックスから発生したのかな。それとも生まれ持っての特性なのかしらね。
社会不適合たるゆえんですな。というわけで九段のストーリーラインに乗り込んでみました。先ほどのシュールの話も踏まえてダークチョコでダークチョコのステージに来ました。にしても今更だけどこのクッキーかっこいいわね。闇の権利とか男の子の憧れだよな。きっと中学2年生男子はダークチョコを育てるんだろうね。そしてこう思うんだろうな。なんでペットが変なの。純粋にひどいわね。子供ってのは時に残酷なのさ。しかしこのペットに私たちは助けられることになるのです。ペット能力発動時無敵になるのは美味しいわよね。クッキー自体も無敵時間それなりだし、操作苦手な人にはおすすめのクッキーかもな。といったところでストーリーランにも触れていこうのコーナー。ストーリーランの特徴はやっぱり鉄クッキーがいることよね。ダークチョコくんの攻撃は避けにくいんだぜ。でもゼリー通りにジャンプしたりしてると避けられるよ。なんだダークチョコくんもヘナチョコじゃない。でもたまにゼリーはいけないとこあるんだぜ。全然撤回します。そうなんだよね。ゼリーを置けないところで攻撃避けるのが難しいんだよね。ジャンプかスライドか二択だな。ギャンブルね。シャブはダメだ。そういえば私シャブシャブの肉が好きなんだよな。その話には乗らないわよ。私はシャブの高揚感が好きだよ。その話は無視するわね。いつかメキシコマフィアとコラボしてマリファナ味クッキーとかでないかな。運営にタイマ3世派のストが入社したらタイマ味クッキーは実装されそうだよ。なんかそういう世相に乗っかったクッキーは嫌な感じがするわね。でもそういうクッキーが出たらやってみようかなって思うかも。アールグレイティー飲んでみたいなとか思ってるミルクはミーハーオタクだもんね。それは別に普通の人でも思ってそうだけど。あ、グッズ欲しい。唐突ね。クッキーランのグッズの充実を求む。初代ポケモン全部ぬいぐるみ化した感じで、全クッキーのぬいぐるみ化を求む。全部買って自分の部屋にクッキーワールドを築きたいわね。パンケーキ君をどんぐりの森にスポート移したい。最低じゃねえか。クッキーランを知ってる人は擁護してくれるはずだよ。なわけないじゃない。でもどんぐりゼリーとかの味って気になるよな。予想だと昆虫ゼリーのそれと似てそうな気がするよ。ちょっと、クッキーたちが昆虫と同じに見えてきたんだけど。昆虫も好きになればいいさ。クッキーランコラボカフェにどんぐりゼリーが並ぶ日は来るのかな。イチゴジャムマジックソードカフェを食べて闇に囚われる人が続出する未来が見えるわ。イチゴジャムマジックソードに触れてないのに闇に囚われてる僕はどうすればいいですか。イチゴジャムマジックソードに触れたことがあるって言い張ればいいんだぜ。面接で過去を聞かれたら闇に囚われてましたって言っていいのね。そんなこと言う人いたらその存在こそが闇だよ。それくらい自分の世界に浸れる人は楽しそうだよな。それダークチョコ先輩のことバカにしてる。バカにしてると思うお前の方が怪しいんだぜ。ダークチョコが実は自分の口末で火事を起こして国を滅ぼしてしまっただけだったらどうする。とんでもない大火事だな。それを国一号ジャムマジックソードのせいだとか言わじめたのだったらどうする。精神鑑定お願いします。上場酌量の余地ありだな。優しい世界、野菜生活。というわけでみんなも野菜を食べよう。以上で野菜推進委員会の発表を終わりとさせていただきます。では次、イチゴジャムマジックソード被害者の会の発表をお願いします。私は14の夏の頃、